はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOS Kit M2 でカスタムボタンの設定の方法を説明したいと思います。で、カスタムボタンとは、このボタンにですね、各設定が割り当てられてるんですけども、自分のお好みに割り当てることができます。で、そのことによって瞬時にその機能を取り出すことができますので、シャッターチャンスを逃したりだとか、また自分の使いやすい設定にカスタマイズすることができますので、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思います。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。まずは、こちらの上のダイヤルですね。こちら P モードとかで撮影する場合、これ静止画ですね。撮影する場合と、動画ですね。動画で撮影する場合には、別々で割り当てることができます。今回はこの P で説明したいと思いますが、設定の方法は一緒なので、それはまた後で調節していただければなというふうに思います。まずはこちらのメニューっていうボタンを押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、このスパナのアイコンをセットをしてください。そうするとこういう画面が出てきますので、5番を選んでもらって、カスタム機能っていう項目がありますので、こちらの方を OK をしてください。そうするとこういう画面が出てきました。で、今、ここにですね、こうやってセットを押すと、このような画面が出てきますので、この左の方にボタンですね、変更したいボタンを図で表示されております。この黄色の部分が変更できますよっていうことですね。例えば、ここの MFN ですね。マルチファンクションですね。こちらを変更したい場合は、ここですね。この図のところが表示されておりますので、ここを押すと、このような自分のお好みの選択に変更することができます。例えば、拡大だったら、このセットを押して OK を押すと選択が変更されました。あとは、この割り当てたところを押してみると、このように今拡大されております。このようによく使う機能を変更することができます。またですね、他のボタンもいろいろこのように変更することができますので、ぜひ皆さんのお好みの設定に使い分けてください。また動画の方もできますので、こちらの方も利用していただければなというふうに思います。はい、このように設定することができますので、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。